レディオアクアス、アクアス、アクアス、エイト、ドゥワ、アクアスエイト、木八。この番組は栃木県那須塩原市そこい、すいません、疎水スクエアアクアスにあるスタジオアクアスから生放送でお送りします。担当は私小倉誠と DJ トムです。コウさんです。はい、今日は、ギャルケロサミットのサリンサさん、はい、とコタッキーさんにお越しいただいております。はい、それでは早速ゲストさんのコーナーに入ります。那須野川ピープルパート1ということで、はい、ギャルケロサミットさん、はい、これは内容的には活動はどういったことをやってらっしゃるんですか？はい、あのキャラクターを使って、はい、あの福島第一 の、 あの原発で、まあ、避難を余儀なくされている子どもたちとか、あとはあの、まあ、我慢して仮設に住んでいる子どもたちとかを対象に募金を作って、直接そこの小学校とか中学校とかに、うん、あの手渡しをするっていう、うん、あの募金の形をやってます。大きく言うと、うん、直接もうそうなんです、お金を持っていく、そうなんです、で手渡すという感じですかね。そうですね、なんか振り込みとかよりもいいよね。そうですよね、なんか結構あれじゃないですか、振り込み用紙にこうスタンプ貼って、ね、押したものだけ残ってるとか、うん、手渡し間でなくならないじゃないですか。なんかね、あれでも本当に出してるけど言ってんのかなっていうのがありますから ね、 なんかやっぱり震災後そういうことをたくさん、あの、ね、皆さんやってくださったんですけども、なんか本当にちゃんとその大変なところに行ったのかなっていう、うん、なんかこう疑問が出てきて、だったらちゃんと見えるところならあげたいけど、そうじゃないとその募金箱に入れるのもちょっとためらっちゃうっていうお話も聞いたので、うん、たまたまその震災があった町が私のふるさとだったので、直接じゃあ市役所とかそういうところに持っていけるから、それで持っていこうと思いました。ふるさとっていうのがその奈良浜町は J ビレッジがあるところですね。当時の被害状況っていうのはどんな感じだったんですか？線量はそんなに高くはないんです。あの北の方に風が吹いてたので、うん、下の方、あの南の方なのでそんなに線量は高くないんですけど、まあ原発のそういう被害なんとか法っていうので20キロ圏内がっていうと20キロの円の中は全部避難っていう形になるんですね。で全村全町民が避難で、あの、まあ、被災して津波が来た状態で家が壊れた状態で何も持たずにそのまま避難っていう感じでしたね。だから普通だとね、片付けをしたりとか、うん、あとはあの津波でなんかいなくなった方を探しに行ったりとか、うん、そういうのもできなかったっていう感じです。すいません、奈良浜町って津波 の、 あの影響っていうか被害も結構大きかったです。 ありましたね、うんうん、だから海の方にお家が建ってたところはもうなくなってたりとか、うん、あとはもうこう本当に中は全部えぐられた状態でまだ残ってるんです。なぜかっていうと、あの片付けるのにも大工さんが必要じゃないですか。でも20キロ圏内はあの放射性廃棄物っていう、まあ、あの放射性物質を帯びたそのゴミっていうことで皆さんあの行かれないんですよね、なかなかね。だから大工さんもそうじゃないところに行くのにいっぱい忙しくって、そうするとあの手つかずの状態でそのまま残ってるっていうのが今の現状です。あ、そうなんですね、はい、結構ね、ひどいというか、ね、聞いてて、あ、そうなんだと思ってびっくりしましたけど、この方
活動はじゃあ2011年のその震災が震災後すぐに始まった感じですか？その後、まあ、両親も避難したりしてたので、うん、まあ、震災後は私もバタバタしてて、で、まあ、落ち着き始まってからその年の、うん、まあ、年末にいろいろ考えて、で、私ができることってなんかこう体力で瓦礫処理のところによっこいしょって行くんじゃもう私の方が被災者になってみんなに助けてもらう状態になっちゃうので、私なりにできることがないかなと思った時にキャラクターを作ったりとかすごく好きだったので、もともとギャルケロってちょっとできてたものがあったので、それをやろうと思って商標登録をしたんです。なんかもうこうもしかしたら中国人が真似しちゃうかもしれないっていう設定のもとに気持ちだけは大きく、はい、で始めたの、登録を取れたのが7月でその次の年の、はい、でそこでスタートしたって形です、うん、あ、映ってますかね。映ってますね、はい、もうこの形はこの形っていうかこのキャラクターはもういたんですね。もういたんです。で世に出したいと思ってて、そしたら震災があって、そうだ、それと何か復興と結びつけられないかなっていうのがこう合体したって感じです。いつ頃からキャラクターはちょっと思い浮かんでたんですか？このキャラクターは、その震災の5年ぐらい前なんですけど、私カウンセラーもやってて、その時にちっちゃい子どもたちとか、あとは、女子高生、女子大生ぐらいの子どもたちが読めるその心の本っていうのを作りたくって、それを宇宙人サリンさんが教える幸せな地球人になる方法15か条っていう、で宇宙人が地球人になりすまして地球でうまくやってるから、地球人同士なのにうまくいかない人のために宇宙人が教えてあげるよっていう本を出してたんです、デジタル書籍で。あ、そうなんですね。でその時に、まあ、表紙を書かなきゃいけなくって、だから挿絵もあった方がいいっていう時に、まあ、100体ぐらい書いた中の100体書いた中の1個で、私が100体じゃ違うキャラクターを書いてるんですね。そう、書いて、まあ、みんなカエルなんですけど、すごい、あ、みんなカエルで、私がいいなと思ったのが、まあ、女の子になって、はい、で、まあ、もかとさんと同年代の息子に一つ選ばせたのを、はい、オスにっていうことで、オスは出てこないんです。サリンサ星は女性上位なので家で育児家事をやってるっていうことでなかなか表には出ないっていうそういう設定の、まあ、星の人たちっていう感じで、そこでも出来上がってたキャラクターなんです。だからまつげがこうバサバサっとなったような、そう、女の子なんです。これつけまなんですよ。あ、つけまつげなんです。夜寝るときは外して寝る。あ、そうなんですね。細かい設定がなかなか。ギャルっていう文化って私好きなんですけど、可愛い文化。そこからギャルケロのギャルが来てるわけなんですね。そうです。なんでカエルなんですかね。カエル好きなんですよ。カエルが好きで。七変化するじゃないですか。七変化、陸でも中でもお水の中でも全然大丈夫。どこでも行ける、どこでも行けるし、うん、そういうことで、はい、なんか今なんか取り組んでいる取り組みがあるとかで、はい、はい、ちょっとご紹介していただいて、はい、募金の形っていろいろあると思うんですけども、何かこうお金をポンと入れるだけとか物を一回買っただけっていう感じですが、うちはキャラクターなのでこういうキャラクターもののグッズって作ってるんですね。だけど、作ってそのままではなくて作る時点でも支援になったらいいなと思って、岩手県宮古市の、おばちゃま方にこのギャルギャルの小さいのを作っていただいて、その時に、まあ、委託するっていうことで、まあ、募金に、まあ、その方たちの手間賃になるっていうことで、製造する時
ないけれども支援になって、うん、でそれを栃木県に一旦宇宙便で届けていただいて、はい、宇宙便で届けていただいてそれを、まあ、みんなにシェアして、うん、集まった募金をまた宇宙便で福島県にっていうことで、うん、あの両方で募金募金って募金の以上っていう感じで、うん、あの今やってます、うん、これは去年から取り組み始まったやつで、うんうん、都のあたりもねやっぱり大変被害とかは ね、 そうですね多かったところだから、うん、募金とかよりもやっぱりこういうふうになん、まあ、仕事が発生してるっていうような感じですもんね、うんうん、そうですね、うん、これは継続的にできるしやりがいもあるんじゃないですかね作る方もねそうですね、うん、あの初めは作家さんが作ってくださったんですけど量産できないんですよね、うん、欲しいのに待っていただくみたいな状態で、うん、今はその宮古市の方々が作ってくださるんですけどもあの顔が命なんですね人形は、はあ、でもこんなもんだってっていう感じでいろんなのが来たんですそれでこう振り分けてこちらはもう一度整形お願いしますって美容整形を 2,3 度やっていただいてあのちゃんとしてやるけどになって帰ってくるっていう形でうんなんかそういうやり取りもあの被災地同士でできるのがなんか楽しいなと思ってアバウトですよね。そうそう一平みたいな。そうそうそう。こんなもんだめみたいな感じで。いやじゃあどっちにもウィンウィンな感じです。そうですね。そうですね。だとねそれが、はい、そうだといいなと思いながらやってるんですけど。つなぐ架け橋っていうような感じでギャルケロさんがいるっていう感じなんですかね。そうですね。あのやっぱり。どっぷり私が被災者だったら何かできるなんていうことって多分考えられない状況だと思うんですけども、うん、たまたまふるさとがそっちなので、うん、その人たちの気持ちもすごくリアルに分かるっていう中でできることってまあ動けると思って始めたっていう感じです、ねうん、でも一人じゃできなくてあのお手伝いしてくれる方が栃木県はたくさんいるっていうことで温かい県民性がすごく出てて、うん避難した方も栃木県の人たちすごく良かったってあちこちに避難してもあの遠くなく 近いんだけどなんかこうリアルに分かってくれる大変だねっていうのが分かってくれるっていうので感謝してる人もたくさんいます、そうなんですか、はいそのいっぱいいらっしゃるって協力してくれる方って言ってましたけど、はい、そのギャルケロサミットさんってどのぐらいの人数いらっしゃるんですか？今 Facebook でグループをつなってるんですね、はい、でも Facebook にを怖くてダメっていう方もいらっしゃるしパソコンダメとか携帯ダメっていう方もいらっしゃるので大体200名ぐらいはいると思います、あすごい登録してるのは130か40ぐらいあるのでその他の方もいらっしゃるのですごいですよね、200人、うんはあ、そのギャルケロサミットさんの情報とか、はいまあ、そういうね Facebook とかインターネットとか使ってる人だと、はい、まあこれ見てる人がね使ってるはずだから調べるには何で検索するとか、ギャルケロで大体出てきます。なるほど意外と暴れてますので暴れてる暴れてるって、うん、確かにね前にゲストで来ていただいた時も、はい、あの時確かスタジオの中で携帯とかで確か検索したような、うん、その頃でももうすぐにもう間違えることなくポンって出てきたぐらいだから今はもっとねはい、記事とかもたくさん増えてると思いますしね、うん、なかなか聞かない名前ですもんねギャルケロって、ねそうだよねあの何だろう検索とかした時に見つけやすいようにって言って、うん、変わった名前とかつけると、うん、覚えづらいんですよ意外とねこれは覚えやすくてす、ねうん、オリジナリティが高いですね、うん、すごいありがたいですT シャツもね、
あのすごい、皆さんお揃いで来てるんですか、いつも。イベントの時は、明るい色で、明るい、ねえ、すごいパッチか、私こういうのないんですかって言われる方もいるんですけど、パッと入ってます。いろんな色あるんですか。いろんな色をあの注文いただければ、いろんなサイズ、うん、赤ちゃんのサイズから作れるので、あのプリントアウトできるので、うん、これもサリンサさんが描いた。そうなんですよ。この柄はあの言われがあって、はい、あの震災の翌年に年賀状を出すかどうか迷ったんです、私、はい、みんな被災してるので、で、あのチリチリに避難なさってるじゃないですか、でどこにいるんだろうっていうのを分かるのに、そうだってちゃんと出せばどっかに転送されるじゃないですか、ここにいますっていうのを町は把握してるので、なので住んでない住所を書いて年賀状を出したんです。居場所が分からないので、でその時に謹賀新年とか明けましておめでとうってとてもそんな心境じゃないと思うんですね。どうしようかなと思った時に、少しでもあの福島が安全な地になって、なんかこう少し明るい希望を持てるような何かそういうものがないかなと思って、うん、この柄だったんですけど、これがなくってね、はい、これが年賀状の絵なんです。で地球があって、はい、で双葉郡奈良派あたり原発があるところに、はい、あの除染光線をやるけどが地球を除染してるよって、だから早く良くなるといいねっていう感じで、あの明けましておめでとうじゃなくって明るい未来をっていうタイトルで、そうそうで、あの年賀状を書いて出したんです。たらなんか皆さん返事をくださったりとか、新しい住所からね戻ってきたりとかしたので、じゃあ居場所も分かってたね。そうなんです。なんかもうギャルケロのこう角っていうんですか、なんですか、触覚からこうハートがポコポコとこう原発のところに向かってる。そうなんですけど、そうです、ここからハートがこうウェブ病と出てる感じになってます。そうなんです。あ、なるほど、はい、愛のあるイラストなんですね。そうなんです。それをね、一番初めの T シャツの柄にしようと思って。じゃあずっとこれでやってきてるわけなんですね。そうですね。第2弾も考えなきゃと思うんですけどね。はい、じゃあ、はい、ちょっとね、話盛り上がってるところですけれどもね、はい、一旦別のコーナーに行かせていただきましょう。レディオアクア。何の日ですか。はい、今日は9月11日ですね。今日は出来事と言いますね。はい、はい、まずですね、警察相談の日。あの警察でよくね、話する何かあったら相談してくださいってよくやってますので、あれがあった日、警察庁はですね、1999年に制定してます。警察の電話相談、あのシャープ9110、これ知らなかったんですけど、それは電話相談の番号らしいですね。9110、はい、それが9月11日でかけて今日になったみたいな、そういうことらしいです。シャープつけないとそれダメなんですか。いかないみたいですね。このね、電話相談をしてくださいっていうのはよくやってますけど、その番号がよく分かってなくて、ね、何ピンとこないですね。これちょっと、これはもうちょっと宣伝した方がいいかもしれないですね、はい。ここに一応電話しますとですね、はい、警視庁と各都道府県の警察本部に設置されている相談室っていうのがあるらしいです。そこにつながりまして、まあ、各種事件とか困りごとの相談に応じてくれるということになっているそうです。はい、続きまして、公衆電話の日。今ね、だんだんボックスがなくなってきてますけども、1900年にですね、日本初の自動公衆電話、今の公衆電話ですね。自動？当時自動公衆電話って言ったらしいです、はい、それはですね、東京の新橋と上野の駅前、この2カ所に設置されたそうです、ね、当時はですね、自動電話と呼ばれてまして、あの昔の国際電話ですね、一回電話してあの声
交換手出ますよね、うんうんうん、交換手にどこどこに電話してくれって言って間取り持ってもらってからはつながるとか、そういう方向性も公衆電話だったそうです、ね、あそれでですね1925年大正14年にですねダイヤル式で交換手を必要としない、うん、今のこれは公衆電話の原型ですね、うん、それができまして、その時で初めて公衆電話という名前になったそうです、はい、あとですねこれ1937年のことなんですけども、まあ、ちょっと和子さんがね今日野球好きな和子さん偉いんですがいないね、はい、いないね今日がですね当時後楽園球場が建設された日になって開場された日なんです、ね、それがですね当時1936年前年ですね、プロ野球が始まったんですけども、うん、東京に球場が2つあったんです。その1つの球場っていうのが杉並区上草っていうところが地区があるんですけども、そこに1つ、あともう1つが須崎球場っていうのが今深川区って言うんですけど、多分これ下町の方だと思います。ちょっとね地盤が緩いところだったそうですけども、その2カ所がありまして、ちょっとプロ野球やるにはちょっと状態が良くなかった、それでですねその状態が悪いっていうのがですね、その上草の球場がですね収容人数がですね3万人、それでなおかつ交通の便が悪い、それでもう一つの須崎球場、こちらはですね海岸沿いで低湿地満潮時にですね、水が入ってきちゃうという、うん、それはそれはダメだ、そういうグラウンドがあった、水球になっちゃいますね。それで当時そのグラウンドがないないってことになりまして、当時ですね明治神宮球場まだ唯一あった。だけどもですね東京六大学リーグが当時もうやってまして、その東京六大学リーグとプロ野球のリーグがちょっとあんまり仲が良くなかった。明治神宮の球場を貸してくれなかった。それで後楽園球場を作るっていう方向になったそうです。まあ、ちょっとね、真子さんになって残念だったんですが。はい、ね、はい、続きまして、年表シリーズいきます。はい。はい、かなり古いです。拍手する人いない。まず、ちょっと古いですが、1950年。はい、当時、関脇。力道山、でまあもともとね聞いたことある、あ聞いたことそうで分かんないよね。あのお相撲さんだった力道山という方がですね、はい、引退を発表しまして、うん、翌年プロレスに転向した、うん、なんかねプロレスのイメージの方がね、うん、力道山強いですけどね、うんうん、はい、続きまして1985年ちょっとだいぶ飛びますが、うん、ロスの保険金殺人疑惑の三浦和義、うん、覚えてますか？いましたね。ね、はい、殺人未遂容疑で逮捕されている、ね。まだ生まれてないよね。いや全然あれでしょう。時代が違うよね。全然わからないよね。はい、ちょっと新しいところで、ちょっとこれはねちょっと悲しい事件なんですけど、2001年、はい、同時多発テロの件だった。911、はい、そうですね。早いですね、あっという間ですよね、まあ、航空機3機がまあ突入したわけですが、死者が大体まあ1000人以上出ているということになってますね。まあね、日本の震災もそうなんですけど、こういう事件はね、まあ、忘れないようにということで、はい、今日は何の日でした。次はまことちゃんのコーナーです、はい、小倉まことのディープな世界ということで、はい、自分で拍手し始めた。じゃあ今日はですね、ちょっともう何を話そうかなとずっと悩んでいたんですが、悩むんだ。悩みますよ。結構悩みますよ。はい、今日は人についてお話ししたいと思います。人ってピンとこないと思うんですけど、人。人。マガジンの人なんですけどね。個人で作る、はい、まあ、マガジンみたいなものを通称ジンっていうふうに今言っていて、はい、そういう文化がちょっと今あって、
構東京の方では、私は2年前ぐらいに知ったんですけど、東京でマウントジンっていう、うん、そのジンだけをいろんな人から集めて、まあ、販売するっていうイベントがありまして、うん、まあ、そういうのも2年前、3年前ぐらいからもう始まってるんですね。でこのジンの、ジンとは何ぞやっていうのなんですけどちょっと参考書籍を、何これ、本があるんだ。本があります。ジンの世界へようこそ書き出しがジンの世界へようこそジンという言葉はもともとファンジンの、略称として生まれました。ファンジンとは、ファンとマガジンからの造語です。ファンっていうのは楽しいとかっていう意味ですよね。で、小説や音楽のファンなどが自主的に発行していた小部数の同人誌や冊子などのことを言います。まあ、こう書いてあるんですけど、今となってはもう本当に、なんだろうな、普通にファッションの好きなだけの女の子とかが、まあ、自分のファッションを撮ってそれをまあ冊子にしたりとか、そういうのも人って言えるんですね。から個人または少人数のグループが作ったりしています。内容は何でもよくて、まあ、どんな形でもいいので、まあ型がないんですよね。例えばコンビニのコピー機で吸った紙なんかを重ねて、まあ、ホチキスで留めるだけでもいいし、まあ、印刷所に頼んでもいいしっていう感じで、まあ、いろんなものがあるんですけれども、これがですね、どんな内容があるの、どんな種類があるのっていう項目があるんですけども、まあ、音楽、映画、文芸、漫画、スポーツなどのレビューや批評、インタビューなどを扱うものと、写真やドローイングなどのアート、または詩や小説、漫画などの自分の創作物を発表する作品集的なもの、ある地域や文化圏など特定のコミュニティについてのものとか、個人の暮らしを綴る日記的なもの、まあ、こんな個人的なものでもいいんですね。で、身の回りのショップやイベント、ライフスタイルなどを紹介するものっていうのがあるんですけれども、まあ全然ね、種類って言っても本当に幅広いので、なんかギャルケロさんの活動にもね、いいです ね、なんかおしゃれですね、人ってよく同人誌なんていうのはね、はい、なんか文化があるみたいなんですけど、ね、はい、それのちょっとおしゃれになっちゃったみたいな感じで、なんか日頃の活動とかも、なんか写真とかたくさん撮られてると思いますので、はいはい、そういうのとかもまあ載っけて、コンビニでするだけでいいんでシャーッと吸って、なんか担当がもう決まりません私振られそう、ね、美術担当とかなんですか。まあ、印刷物ですね。あのギャルケロ新聞とか、広報担当なんでそれをやったりとかしてます。新聞って どういった感じですか。どのぐらいのサイズとか。A4 サイズに、はい、例えばまあ、今回だったら、募金に行ってきましたっていうことで、でそこのまあ、募金をしている風景と、あとは被災地 の、あのベンチの視察をしてくるので、その写真を載せて、そこにちょっと文章を添えてやったりとか、あと今後 の、 まあ、イベントの予告とか、あと今までの活動 の、 経過、まあ、歴史みたいな、ギャルケロの歴史みたいなのを載せたりとかして、今までに、まあ、とりあえず4号まで出しました、うん、それを集まってきたらこう、差し入れするって言ってたのでも、そうですね、それで新しくそのイベントとかで知り合った人とかに配るとすごい分かりやすいですよね。なるほど、ありがとうございますすごいいいアイデアをいただきました、うん、仕事が増えましたね恋愛がまた出てきましたそんな感じで活用していただけるといい文化かなと思います、はい、すごい今日ちょうどよかったよかったでもやっぱ世代が違うっていうかさ、プリントするのにコンビニに行くっていう発想なんだねそうですね、もう決まり方がないですね、きっとね、はい、ないですね、だから逆に
取り組みやすい、貼、うん、りやすいかもしれないね。そうそう、誰でもまあやりたいと思ったらちょっととりあえずやってみようみたいな、うん、そのぐらいの敷居というかなので、うん、からもうね、本って言っても穴開けちゃってもいいし、うん、なんか変な缶バッジとか付録でつけちゃってもいいしとか、そういうまあすごく自由なことができちゃうので、はい、もうこれがジンを扱う店舗なんかもできてまして、すごい、はい、すごいじゃん。 この書籍、まあ、2012年に私が買ったやつなんで、まあ、その当時ですけど、それだけでも都内に10店舗はあります。あ、すごいんですよ。普通の書籍と一緒に、まあ、コーナー的な感じでジンを預かって、まあ、置くっていうような形が大体なんですけど、やっぱりこういうのって選ばれてそこにあるんですよね。でないとすごい数になっちゃいます。そうですね、やっぱり審査っていうのも多分あると思います。雰囲気に合うとか、そういうのもあるとは思うんですけども、あとこのね、陣が買えるショップリストの最初に載ってるのが青山ブックセンター本店だよ。すごいよね。本屋さんからちっちゃい個人店のお店までたくさんあります、まあ、この中にまあパーッと作り方とか作ってる人とかいろいろ載ってるので、面白そう、ね、興味があれば、うん、ガールズジンっていう、はい、はい、本の中、じゃあアマゾンで、はい、そうそうね、2年前のなんで結構お安くなってるから、はい、はい、で、あの、私も実はこのマウントジンっていうそのイベントに2年前出したんですよ、ジンを作って、うん、でその当時ちょっと不眠症に悩んでて私、まあ、19歳の時ですね、専門学校通いながら不眠症になっちゃってて、うーってなってる悩みを、まあ、こうあるあるな感じでみんなに見てもらおうと思って小説とかイラストとか入れて、まあ、作ったんですけど、ちょっとそんなジンも置いてある私の個展が今やってます。今個展の真っ最中ですもんね。そうなんです。ありがとうございます。こういうあの私の顔をそのままみたいなイラストが書いてある DM なんですけど、かわいい、ありがとうございます。あの日あの頃っていう題名で個展やってます。9月の9日からやってるんですけども、今日が3日目で、最終日が15日の月曜日になります。祝日なので皆さんぜひ来ていただきたいなと思うんですけれども、こちらにもさっき言ったジンも置いてありますし、あとイラストの原画が20点ほどわーっと、はい、ギャラリーの中に飾ってあります。場所がですね、大田原市のメゾンドクチュールっていう、ご存知ですか？あのアパート、古いアパートを改造して、あのビーズとか売ってる、はい、ビーズのお店とかアクセサリーのお店とか、うん、天然石のお店とかいろいろ入ってる場所なんですけど、住所言った方がいいんですかね。そうだね、このトコトコ大田原のあの駐車場とかに停めていただいて、はい、そうですね、あの道路を渡って、栃木銀行を通り過ぎて、はい、山手整骨院だよね。あ、いや、うん、まだ行かないの？行かないですね。あ、もう栃木銀行の駐車場を、うん、あ、そっちから入っちゃうのか。もう路地裏にもうドンとアパートが出てきますので、その方が簡単かなと。確かに、はい、近いんだよね、うん、そう、トコトコ大田原にバス停があるので、そこから徒歩2、3分ぐらいで着いちゃうので、はい、はい、ぜひ急に告知に入っちゃって申し訳ないです。いや、このあの日あの頃小倉誠古典って、はい、え、何これ、あ、東京って書いてある。東京でも、はい、
お、吉祥寺の方で11月の22、23、24と3連休で開催いたします。こちらはありがとうございます。こちらは吉祥寺駅から徒歩7分のギャラリー色っていうギャラリーになりますので、はい、まあ、詳しく知りたい方は私の小倉誠で検索するかあの DM もいろんなお店に置いてありますので、大田原の蔵のカフェさんとか、ロッククライミングジムのアークさんとか、はい、黒磯だとカフェセントロさんとか、はい、まあ、ところどころに置いてありますので見つけて見てみてください。こんな感じで、はい、今日のコーナー終わりです。ありがとうございました。那須野原ピープルパート2ということで、はいはい、お話を続けましょう。はい、すいません、急に告知しちゃって、はい、すごいですね。 ありがとうございます。でもなんかあれですよね、こう似たようななんかを持ってるような、え、そう思いません？うん、なんかね、宇宙的な、なんか不思議な感じがコラボができたら、ぜひぜひ、宇宙な感じ、うん、初めてこういう感じの方々、初めてそうなんですか、急にいないので。うまいね。そっかそっか。そうだったんです。だからか。今なんかグッズがなんかいろいろ書いてあるんですけども、はいはい、さっきのぬいぐるみ、編みぐるみ以外にもいろいろあるみたいですね。あります。はい、バッグチャームだったりとか、そう、これに。出てきましたけど、あ、これスワロフスキーのやつ、スワロフスキーちょっと高めなんですけど、すごくないですか、あのこういうのの好きな女子と、うん、こういうのの好きな女子って違うじゃないですか。なのでまあちょっと範囲を広げたって感じで、あの作っていただいてて、あとはこれ編みぐるみピンクとか、うんうん、これハゲちゃったんですけど、iPhone カバー。iPhone カバー。はい。さすが愛用されてますね。そうですね。あとはこのカーステッカー。うん、カーステッカー。はい。はい、うん、いろんなのがあって、あのおすすめはシルバーのメタリックなんですけど、うん、夜走ると七色に光ります。それはライトで、ライトで、うん、反射して、うん、なんかこう、あ、飛来したかしらっていう感じの車になります。宇宙人がわーって光るわけですね。そうですね、そういう感じですね。こんな感じで洗車しても取れないので、あのみな、この車が、こういう貼った車が、うん、なんか全国あちこちで走れたらなんか楽しいなと思って応援してますよっていう感じで。ちょっと言い方いいかわかんないですけど、侵略されて、うん、そうなんです。地球侵略ね。さ、もうなんか今日ちょっと思ったんですけど、もしかして私ショッカーかしらなんて思っちゃったりした。ショッカーかしら。地球侵略の、ね、制覇ということで、最終的にはあの、まあ、第一目標がレディーガガさんが、おギャルケロっつってギャルケロ柄の服を着て成田空港に降り立つっていうのが、まあ夢なんです。レディーガガに、そう、そうするとまあ宣伝広告費はね、かなりなります。そうですよね、何の努力もいらないっていう感じで、うん、なんかそんな感じのイメージで、レディーガガさんにあのアプローチは現在してるんですか？なるべくいいねを押すようにしてます。フェイスブックでレディーガガにいいねって。そうなんです。すごい地道な、そうなんです。やっぱ地球制覇はね、地道な活動ですよね。あ、でもどっからつながるかわかんないですもんね。うん、そうなんです、そうなんです。本当に、うん、日本のことさんもちょっと ね宇宙的じゃないけど、こうちょっと地球人離れした何かを感じます、ね、そうですよね。多分どっかテレパシーでつながるかなと思ってて、つながり
そうな気がします。その成田空港に降り立った映像を楽しみにしてます。そうですよね。頑張ります。いいねを地道に検証になるから、なんかみんなこのギャルケロの旗とかこうみんなその手がありましたね。お出迎えに行かないといけないですね。うん、すごい旗、旗ね。テレビに映るだけでもね、違うかもしれない、ね、ね、ね、なんだってあるかもしれない。もう英文のパンフレットもね、作ってあるんです。今日持ってこなかったですけどね、英文のちゃんとレディーガガに分かるようにで、レディーガガを意識して、これから中国とか、うん、ハングルとか、うん、そういうやっぱりいろんな国の方が、うん、あの住んでらっしゃるじゃないですか、うん、だからその国の方用の、うん、今度パンフレットを、うん、作ってもらうということで、翻訳は誰か担当がいらっしゃるんですか？なるべく、まあ、できる方にお願いしちゃうって感じで、今あのキャルキャルサミット の, あのに協力してくださってるメンバーさんの娘さんがギリシャにいて、ヨーロッパ支部はそこで、あの大丈夫ですよって言われ、ユーロは任せてって言われたので、まあ、そこはあと親友がカナダにいるのでアメリカのね、そこら辺はそっちに任せてっていうなんかこうイメージはもうあるんです。わあ、世界侵略を本当にすごい。こうすごい。モザイクタイル鍋式とかもありますけど。あります。あのモザイクタイルの先生が、うん、あの執行部に入ってって、はい、キャルキャルの執行部ってやって、はい、積極的にあの活動しますっていう方はそれぞれ執行部で活躍してるんですけども、うん、キャルキャルはねモザイクで作ってくれて、うん、これご注文で普通のキャルキャルだったりあとは、うん、と例えば、うん、となんと芸能人っぽいキャルキャルだったりとか、そう、あのハリウッドスターの女優さん風のギャルギャルだったりとか作ってくれるんですよ。すごい。ちょっとおしゃれな、はい、なので、まあ、キッチンが楽しくなるっていう。なるほど。じゃあ基本オーダーが入ってから作っていただくって感じですね。はい、はい、ちょっと鍋敷きって言ってもね、可愛いから熱い鍋乗せられないですね。なんかちょっと気が引けますよね。アートって感じですよね。あ、本当に玄関とかに飾っておきたい。そうですね、立てかけて。確かに、うん、こういったグッズはどちらで、求められますか？ネットで連絡いただいても大丈夫ですし、うん、あとはあの、まあ、散らばってる会員さん、散らばってる会員さんにあのごと付けしていただければ必ず執行部まで来るっていう形にしてあるので街のあちこちに潜んでらっしゃるみたいな。なんかここにつけてれば分かるんですけど、ね、分かりますね。あの Facebook をやられてる方は Facebook のギャルケロサミットっていうグループ、はい、公開グループになってるのでどなたでも検索してできるのでそこで申請いただけばそこにお入れするので、そうするとそこで、まあ、こんな作品も出ましたとか、うん、今日は募金に行ってきましたとか、そういうそのタイムリーなことを流しているので、うんうん、あの興味ある方はそこに入られると必ず継続しなくてもです、うん、あ、そうですね、はい、グループに入ると何か投稿があると通知が来るんですよね、携帯の方に。漏れなく地球侵略に参加できるということで地球侵略が目的みたいな。いやでもいいことで侵略するんだったら ね、まあ、そうだよね。てか本当にね、レディーガガがこれでテレビなんか出ちゃったら、うん、都のおばさんたち作り回りやない本当ね。今度スタンプ、ライスタンプあの申請してるので、はい、今日はあの原画のコピーをちょっと持ってきたんですけども、 あれ結構40何種類とか考えないと、ね、42なんですよ、ね、いけないんですよね。あ、いろいろナース風な、ナース風なのとか見えますか？あ、じゃあ、はい、お願いします。あ、今どれ出してるか分かんないとあれかな。あ、大丈夫です、はい、1枚ずついきますか？はい、じゃあ1枚ずつ
じゃあこれ、これだけ、はい。あ、1枚、1枚だけ出すと透けて見えるから、こっちで 何が出てるか。はい、それはあの注射するわよという感じで、気合い入れる時のスタンプですね。あ、そういう感じですか。そうです。あとは、まあ、具合悪い時にこのスタンプでもいいですよね。これはなんかひらめいた時とか、いいアイデアが出たっていう、ビビビって来たあと、そう、あとは感動しましたっていう感じですね。続きます。で、あの地球はストレスが多いので、リラックスをするようにというお花の中で。これちょっと深いんです、このスタンプ。ギャルクレのスタンプちょっと深いものが多くて、水面下で必死に動いてるんですけど、まあ白鳥って下でうんとバタ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 ってやってるけど、スーッと水面では、あの水上ではね、泳いでるように見えるけど、実は本当は必死に頑張ってるんだよっていうのを、まあギャルクレがあの白鳥になりすまして頑張ってますっていうのが、意味が深いですね。ねえ、スタンプ一個にこんなに。そうです、これはあのシャワーですね。これは深い意味は特にないです。深い意味はあのお風呂があのアヒルの足で、ね、シャワーがなんか蛇のシャワーなんですけど、こういうお風呂とかこういうシャワー線ができたらいいなっていうイメージで、まあ、ね、資金がたくさん貯まったらこういうお家も建てたいなとか、うん、そんな感じでちょっと可愛いグッズを作ってみました。これはあなたが大好きとか言ったハッピーですとか、わたわたわた、ハートが飛んでますね。でくす玉割れてます、みたいな。あ、本当だ。パーンとなってますけど、ハッピーですね、もうね。今ね、LINE も使ってる人多いから、あれですよね、もうそこで流行ったらば、そうなんですよね、大変な、大変なことに、大変なことになるかもしれないんだけど、本当あの、楽しくっていうのが、まあ、ギャルケロの趣旨なので、やっぱこう、どんどん、楽しく侵略。怖いな。なんか、キャッチコピーできたんじゃないですか。言い方が怖い。地道すぎて、なんかこうハッピーじゃないっていうか、もうちょっとこうライトに参加できたらなっていうのがあって、あとお金を入れるだけって簡単なんですけど、それだけなんですよね。あの手元にキャラクターとかが残ると、それ見るとまた思い出してもらったりとか、特に原発の場合、メディアでやらないことってすごく多くなってきてるので、思い出してもらうっていう啓蒙活動じゃないですけど、忘れないでねっていうのが、あのキャラクターの中に込められてるって感じです。なんか写真とかいろいろあるんですか。最近の活動の写真もお持ちいただいたみたいで、火曜日の、9月9日に行ってきたばっかりで、うん、はい、これは、富岡町っていう、はい、はい、一番、一般の方が普通に入れる場所です。ただ住めないんですね。あの昼間あの行くことはできます。あ、帰ってこなくちゃダメ。そうです。夜は誰もいなくなるっていうところですけど、その町から奥に入るときにはあの何かの用事があって、あの認可されたなんかこう許可証がないとダメで、そのラインのところにはもうあの検問で警察の方とか機動隊の方がいて、これ以上入れませんって形なんです。もう線量もすごい高くなっちゃうので、その先っていうのが、はい、比較ですね。これは震災の翌年の楢葉町、私のふるさとなんですけども、うん、高台のところから見た時にここも津波が来たんです。だからあの剥げた感じになって、みんな津波でやられてしまってて、でちょっと除染の袋がちょっと積まれてる感じなんですけど、あの3日前はもっとあの袋が増えてて、パノラマで買ってきたんですけど、その袋も1段ではなくて3段なので3メートルぐらいあるんです。そう、高さが3メートル3つぐらい積み上がってて、で袋に入らないものは例えばベッドだったりとか、その街の中で出るものってありますよね。
ベッドとかあとはテレビとかはそれぞれのブースにもう固められてて、それでもそこの場所に置いてあるっていう感じです。これはその富岡町、さっきの占領系があったところの富岡町で、前行った時にはまだ全然手つかずだったんですけど、ちょっと除染が始まったんですね。なので、あの除染の袋が海の方の近くのところに黒く山積みになってます。そこは同じ富岡町の駅前で慰霊塔があって、まあいろんな人たちが、一般の方が入れるところに来て写真を撮ったり、ここは一番まだあの震災の後手つかずで車がひっくり返ったりとか、そのまんまになってるんですね。で、奈良派の方はとにかく帰宅させようっていうランキングに入ってるので、とにかく一番初めに除染が始まったので綺麗にはなってるんですけども、ここは線量も高いし、どうしようかなっていうところなので、やっと除染が4年目にして始まったっていう感じです。これは奈良派町の教育委員長さんにギャルケル募金を納めてきたところですね。あれシャリンサさんですよね。そうですなんか普通な格好、やっぱり仮の姿ですね。そうですね、仮の姿、やっぱり心をね、そんなね、驚かせにいってるわけじゃないので、そうで教育委員会の方にお届けすると、校長先生、小学校2校と中学校1校あるんですけども、その校長先生の通帳、学校の通帳に入れてもらって、でそれを、まあ、文具を買ったりとか、いろんなそういう普通使うもので生かしてもらうという形になってます。これが2日前。そうです。でもなんかあれですね、こうやって写真とか見ると、そうなんだなって、まあ ね、まだまだ進んでないんだなって。そうですね。毎回行くときに、一緒に行きませんかって Facebook では募集してて、載せていって、一緒に募金を納めて、その後こういうところに回って、ここはこうですよって説明したりするのをしてるんですけども、やっぱ一人じゃ行けないじゃないですか。特に原発関係ってちょっと怖いっていうイメージもあるので、なので行きたい方がいらしたら、ぜひご一緒に次回の募金の時にでも行かれるといいかなと思います。そうですね、もうやっぱりね、その当時っていうか1年目とかはいろいろ募金とかそういう活動とかもやってる人ね、言ってる人多かったけれど、だんだんやっぱりこうね、薄れてきちゃってるっていう感じはあるから、今もやっぱりこうして続けてるっていうところにね、ちょっとこうまあ関係しているといいのかなっていう感じはしますよね。原発は全然まだ進んでないので、報道だけ進んじゃったって感じですね。まだ今です。これから廃炉に向けてスタートしたばっかりなので、みんながもう忘れちゃうと本当に被災した人たちも大変かなと思うし、1週間か10日ぐらい前かな、ネット上で原発もね、福島のところの、こうなんだろう、今まで報道されてきた言葉のこう代表的なのをこう並べてあるんだけど、当時からこれ何言ってたんだろうって本当にね、なんかもう最初の頃から問題ありませんとか、そのね、振り返ってみると、この報道は一体何だったのみたいなのばっかりですよね。だから、まあ、一番、まあ、目指しているところは、原発の廃炉作業を私たちは手伝えるわけではないので、そこに住まざるを得ない子どもたち、100年後もそこに住むであろう子どもたちに、なんか少し夢と希望とか、あとはみんな見てるよっていうのを伝えていきたいなっていうのが、まあ、ケルケルサミットの趣旨で、大人がやってしまったことを、ね、子どもたちに委託するわけなので、ちょっとそんな感じで子どもの夢を応援するっていう。じゃあちょっと今後の活動予定なんかちょっとね聞いてみましょうか。
10月の週末割といろんなところに顔を出しするんですけども、まだ日にちがはっきりしてないんですが、10月の第2週が自治医科大学の文化祭にちょっとお邪魔させてもらうって形でブースを出す予定でいます。はい、若いこれから世に出る方たちがいらっしゃるところで、やっぱりそういうのを知ってもらうと次につながるかなっていうのがあるので、それと10月の19日上の川のクラフトワっていうイベントで、一つのブースでこういうグッズを売ってます。それと10月の26日が真岡市の病院にあるキリンカフェっていうキリンの頭出してるカフェがあるんですけども、そこのイベントで出させてもらって、イベントは今のところ分かってるのがそれで、あと今後の活動で今頑張ってるのがケルケロの危機管理本の絵本を今作ってるんです。絵本、ちっちゃい子たちがお母さんから離れて被災した時に知っといた方がいいことっていうのをやっぱり残していきたいと思って、せっかく311で学ばされたことなので、大人の方はそういうのあるんですね。私が参加してる NPO の理事長が阪神大震災の時に作った本が「まさかの時」っていう本があって、トイレはどうしたとか生き残った方たちにいろんな工夫を聞いたのを漫画とともに作ったのがあるんですが、それはすごく難しいんですよ。スコップでおトイレを掘ったりとか、そうじゃなくて子供がこう3歳とか4歳の時にこういう時はこういうふうにするんだよとか、そういうのギャルケロが教えるみたいな感じので、まあ生き残るっていうサバイバル的なことで、食べること、そして寝る場所を確保すること、あとはおトイレ出すっていうこの3つと、あとは心の問題、諦めない、工夫する、協力する、笑うっていうのをその中の要所要所でギャルケロがそこで楽しくそれをやってみせてて、それにちょっとこうね、子どもたちがそれを読んでると、例えば被災して一人になった時とか、お友達だけの時にケルケルも言ってたよねなんて言って思い出してもらえればいいなと思って今それを作ってるところです。いや、なんか聞いてても私も読みたい。あ、そうですか。すごく知りたいというか、それは今も制作中で、いつ頃完成とかっていうのはまだとにかく書こうと思って、次の地震が来る前に書くんで、とにかく書こうと思って書き出してて、出版社も何も決まってないんです。でもきっとうまくいくと思ったら、なんか出版社知ってるよって昨日一昨日、言ってみたら、あ、誰知ってるなんて言って、じゃあちょっと聞いてみてみたいな感じで、なんか多くの方たちが関わってくれて、きっとなんとかなると今思って、人のつながりって、そうなんです、本当に助けられてて、なのでそれが出たら、なんかこう学校の避難の時の銀のテキストになったりとかになったらいいなってすごく思ってて、すごい。はい、ちょっとね、宇宙人にこうなんかね、なんか持ってかれちゃってます。いや、深いな、すごいな。というとこでね、もう時間もちょっと来ちゃったんで、はい、まあね、今回2回目のね、来ていただいたということで、またそのうち3回目とかがあるのかなと。でも結構遠いとこから来ていただいてるんですよね。今日はね、宇宙船も沈没しそうでしたよ、途中雨がすごくて、もうすごかったですね、今日は。ちょっとワープはできなかったですね。もう全然、もう3キロぐらいですよ、車で。全然もう雨が降りなくて途中。まあ、でも、ね、絵本とかスタンプを持って来たいな。そうですね、またね、はい、また読んでくださって嬉しいです、ありがとうございます。
ベント情報局。はい、ということでですね、今週末というともう絞りに絞ってきました。もう秋ね、お祭りたくさんあるんですけれども、身近な人とか関連しているものとかだけちょっとね持ってきたんですけれども、はい、まず土曜日13日の土曜日、夜6時開演、7時スタートということで、ここの辺りから言うと那須塩原駅の方に向かって行って、あそこはイオンでしたっけ、ビッグ、ビッグですね、ビッグ、はい、ビッグですよ。そこの向かい斜め向かいぐらいにある、はい、レストラントリットウォッカーね、もうこちら最近イベントでも有名になってきてますけれどもね、そちらの方にですね、春子&石本大輔さんが来るということで、この春子さんというプロフィールを簡単に紹介いたしますと、NHK の E テレにゃんちゅうワールド放送局のアニメネイバーズ、ご存知ですか？にゃん中は知ってます。あとテレビ東京系の島次郎の和をのオープニング曲担当してるということで、まあ、イベントとかもねいろいろやってるんですけれども、春のイベントなんかだともう早々とチケットがソールドアウトになってしまうとかっていう感じのね、人気の方がなんとこんなねもう地元のやってきていただけるということで、チケットが前売りが3,500円、当日が4,000円で、ともにワンドリンクついております。トリットウォッカさんね、あの食事のも大変美味しいんでね、うん、そちらと一緒に、楽しんでいただければと思います、うん、そして、オープニングアクト、これ発音しづらいんですけど、ミエレミエレさん、ミエレ、はい、レディオアクアスの方でも、はい、たまにあの、ね、曲とか使わせていただいたりしてますけれどもね、こちらの方はもう地元で人気がある、ミュージシャンの方でね、一度に見られるということで、チケット予約と問い合わせはトリットウォッカさんの方にお願いいたします。0287743374、あとはメールとかあのウェブ上でも受け付けておりますのでね、問い合わせてみてください。そして、順序逆だったかな、13日土曜日のこちらは昼間になりますね、10時からだね、10時スタート、なんとここですここ、はい、ソフィスケアアクアスのおかげさまで5周年感謝の気持ちを込めてということで、5周年誕生感謝祭ということで、10時から、豚汁の無料サービス、お釣り様いっぱいだけですよ。はい、そして先着100名様に、お楽しみ抽選会、抽選会って言っても外れなしと書いてあります、はい、そして、パントマイムのヒコヒコさんとか、あのバルーンアートのクリオーネさん、クリオーネさんというとね、栃木県の中でも一番こう派手なバルーンアートじゃないですかね、見たことないですけど、うん、あとジャグリングとかヒップホップダンスなどなどね、いろいろ、はい、いろいろあります、エンターテインメントです、ね、はい、そしてその翌日なんですけども、はい、那須の大地ということでね、はい、実はねこれがもう直前ということで、今日木八のスタッフもね半分ぐらいそっちに行っちゃってるということで、もう練習も大詰めというか、そうですね、うん、正式な役じゃないっていうか、なんて言うんだろう、中心人物じゃなくて、周りで出たり、あとはいつもここにいる人がですね、ここカメラに映ってない、大道具さんで、舞台作ったりね、なんかね、大道具さんっていうと、結構楽な商売じゃないのかななんてね、ちょっと思っちゃったりもするんですけど、もうあの舞台がこう幕が下りて、こう隠れた瞬間からもう後ろ側を全部交換するのに、もうなんだろう、市民劇団なんでね、人数とかも少ないんで、役者さんとかもみんな
みんなこぞってもう全員で、あのもういろいろはできないから一つだけやるんですって、うん、で例えばなんだ座敷とお盆と茶碗があれば、うん、茶碗を持って下がる人、お盆を持って下がる人、うんうん、で大道具さんがその畳とかをどかして次のものが入ってって言うんだけど、結局茶碗を持つ人が出遅れると全部が動かなくなっちゃう、そういうシビアな世界、あシビアな時間が永遠と裏では行われてるんです。当日も大変なんですね。そうですね、だからもうそれもやっぱりね、役者さんと一緒に稽古しないとどういう ね動きになるか本当わからないんでね、まあ、それやってますけれども、14日の日曜日に2回ありましてですね、第1部じゃなくて昼の部っていうんですね、昼の部が1時スタート、夜の部が、夕方の5時スタートで、それぞれ30分前に会場となっております。チケットなんですけど無料なんですけれども、整理券をあのゲットする必要があるんで、もう今からだとあれですかね、もう本当日数ないんで、三島ホールの方に直接行って、三島ホールの事務所の方に行けばまだあると思いますけれどもね、はい、あのお急ぎくださいということで、そして木曜日、あ来週の木八日ですね、はい、まあ木八見てからじゃ間に合わないんで、ちょっと、ね、紹介させていただきましょう。全然間に合わないですけど9月18日の朝9時からモテって言われます、はい、すいません、パン屋さんがオープンします。モルゲンロートという名前で、はい、場所が三島小学校の目の前になるんですけども、うまい、はい、足利銀行のすぐ隣、カメラ屋さんだったところで2階の部分がカメラの形になってる建物、はい、ある、はい、そこの1階にパン屋さんが入ります。おー、オープン日は限定で100名様ですかね。あ、そろそろ回してもらっていいですか、ラスクを、はい、ラスクだったかな、はい、手作りラスクをプレゼントということで、18日、19日、20日まあ、オープンから3日間ですね、先着100名様にラスクです。プレゼントです。はい、すっごい美味しいです。もう今日私ちょっともらってというか。なんでオープンしてないじゃないですか。そうですよね。私の個展で実はちょっと焼き菓子を置いてもらってまして。あ、はい、それでちょっと販売してるんですよ。でちょっと食べてみたら、なんだこれうまいみたいな感じになって、はい、ぜひこれをもらってほしいなと。すごくお得ですよ、はい、たくさん入ってます、うんうん、でこちらもやっぱり先ほどもいっぱい今週土曜日あったんですけど、うんうん、今週土曜日13日プレオープンになってますので、うん、おおはい、正式には18日にオープンなんですけど、その前に土曜日一度プレオープンになりますので、その時に、はい、一度行ってみると良いかなと思います。私も実はショーウィンドウにちょっと字とか絵を描かせていただいてまして、あ、なるほど、ね、はい、イラストもちょっと置かせてもらってるので、うんうんうん、はい、そういった関係ではい、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、お店の名前が、はい、モルゲンロート町のパン屋さんです。はい、はい、あとで、あ、今日そうか、こっちがいないと終わっちゃうんだね、これで。ね、だいたいここからこっちのね、そうですね、皆さんの情報が長い、長いなんて言ってないですよ、ね。あるんですけれども、今日はじゃあこれにて、はい、情報局の終わりとなります。はい。はい、じゃあ、来週は若ちゃんさんですかね。そうですね、はい。はい。来週は私じゃなくて若ちゃんさんがお送りします。はい。それではまた来週。